ゲームを、僕たちをね、冒涜してる奴がいて、こいつと真面目に関わらないことも、いいです。あと別に僕、万内から絶対これやっても、捕まるまでやってみる？信用しないやつはもうこの確率で研究して、そうレディは終わり。どんだから何のタイムだろう、恥ずかしかったっていう展開。お主らの戦う相手、お主面白くねーっていうことだよ。勝手にマップ指定もなるけど、まあいい、あの、まさに、あの、多くの人ってさ、ライトのゲームやりたいの。誰も知らんけどさ、配信してもうそこに全ての命をかけてるみたいなやつばっかりじゃなくて、ただの休み、まあ空いてる時間使って、ただ人手様ってやる。やったら、あの、バッジがついてるから、ダメだよなこういうやつよ。ほんと能力ねえよなこういうやつってよ。前代未聞だろうよ。救助行かねえでよ。
前代未聞だろ、こいつの動きがよ。こいつが問題、絶対問題。チキンプレイをずっとやってるんだよ、多分。だからこいつだけはなんか、おかしいんだよ。待って。うわ、だから、尻尾が、青森人が何が、多分。いらねえよ、俺。だから単純不可にするんだったら条件同じようだからゲームやめようか。
じゃあもう慎重にやれって。もうさ、役立たずってさ、人がやってる手柄取ろうとすんだよ、強引に。あんなところやったら守り固められんだろ、 200% よ。ほんと遠く行ってくれないの。もう遠く行ってくればいいのか、はい、行ってないの。もう捨てる、無理。スタートゲームだ。もうちょっと8000円、俺んとこに来た時点で無理。俺んとこに来ちゃいけないんだよ。俺んとこに来たら回んねえんだよ。俺が話した理由はそうなんだよ。俺がなんでそこを話したかなんだよ。美しいプレイヤー、これがヒロちゃん、スーパースター。厳しいゲーム何回か出してるけど、神業泣いちゃうね。女性が惚れるプレイヤー、プレイスタイルが嫌いだ。勝手に言ってる、真実の勝利だと、あれが正しいだと振ってくれたんだよ。で、俺んところもう回んないんだよ、あれじゃ。ゆっくりゆっくりやってたのに、あの、こう焦ったやつが。俺は毎回口ずっぱく言ってる、負傷者で狙われてる可能性があるやつが、発電機の4代目5代目に来ちゃいけないんだよって。俺は不思議と素通りしてんじゃん、4代目5代目だと。自分が狙われてると思ったらわざと素通りしてあげてんじゃん。チームプレイなんだよ。こんなこともいろんな配信者が教えないんでしょ。いや、俺の方が優れてるじゃん、教えてんじゃん。こんな子供でもわかると教えてるじゃん。レナトの真似がまずいの、違う方に行かなきゃダメだと。しかし幕指定して負けるってどんな気持ち。幕指定して幕使って負けるってどんな気持ち。こんなぬる系で負けるやつがいるんだけど、びっくりするんだけど俺。楽しかったね。99%勝ち確信した。